はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。ということでですね、サムネとかタイトルにもある通りなんですけれども、ついにあの超有名大物お笑い芸能人を超える時ということでですね、早速私が超えようとしている超大物お笑い芸人とは誰なのか、ズバリ言います。ウーマンラッシュアワー中川パラダイスさんです。中川パラダイスさん、知っての通り、ウーマンラッシュアワーさんといえばザ・漫才2013の優勝者、もうね、漫才師の中でもやっぱり力を持った方だと思うんですけど、そんなね、ウーマンラッシュアワーの、中川パラダイスさんがやってる、YouTube チャンネル登録者数2180人、総再生回数22万回ぐらいということでね、私のチャンネルが今ね登録者数2100人で、総再生回数は320万回ぐらいですね、大体。なので、総再生回数では超えてるんですけれども、登録者数もね、あと80人で超えます。これがもう完全にもう行くと思ってます。今ね、もう止まってないんで僕は。向こうはもう完全止まってますけど、今現在。僕はもう今、現状でこう、伸びていってるんで、少しずつですけど、これはもう超えられるんじゃないかと。もしかしたら多分このペースでいくと月内ぐらいには超えられるんじゃないかっていうペース感なんですけども、なので、あと、80人ぐらい、ぜひともね、今この動画たどり着いてくださった方で、このおじさんを見て、ちょっとこのおじさんちょっと応援してあげてもいいなって思ってくださった方は、今すぐにチャンネル登録していただけますと、僕が中川パラダイスさんを越す瞬間がもうぐっと近づきますので、よろしくお願いします。ということでね、僕は何もないおじさんです。でも向こうはね、ザ・漫才2013優勝という、そういうねすごい肩書きを持ってます。でもなんか別に同じ土俵に乗れるんですよね。ザ・漫才2013年優勝してる人も、何でもないおじさんも同じ土俵に乗れる、それが SNS というところを証明したいと思いますので、ぜひともね、なんとかその中川パラダイスさん、すごく大きな壁です、立ちはだかる、皆さんもご存知の通り、もうこの世の中に君臨するね、ザ・漫才2013年優勝した超大物お笑い芸人、皇帝といっても YouTube 界の皇帝といってもね過言ではないと思います。今僕はね、皇帝に挑戦しようと思ってるんで、ぜひともやっぱりそれは皆さんの力が必要です。皆さんの力で一緒にね、皇帝を引きずり下ろす、はい、その時が迫ってます。ぜひとも超えた暁にはもちろん喜びのご報告をまたさせていただきたいと思うんですけれども、ぜひとも皆さん、これはね強大な力なんで、相手は皆さんの力が必要ですということで、ぜひとも、チャンネル登録していただけると幸いでございます。ということでですね、本日は、あの超大物有名芸人、ウーマンラッシュアワー中川パラダイスさんの YouTube チャンネルをもうすぐ超えそうですというご報告をさせていただきました。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。そしてこのおじさんに愛の手を差し伸べてくださるという方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。ありがとうございました。